ユベールエノは、フランスの男子バレーボール選手。ブローニュイコールビアンクール出身。ポジションはリベロ。元フランス代表。1996年、フランスリーグのアニエールバレー92へ入団。2000年に移籍したパリバレーでは、3度のリーグ優勝とセブ、チャンピオンズリーグ優勝に貢献し、トゥール VB 在籍時にもリーグ優勝と応酬、チャンピオンズリーグ優勝を経験した。 2005年に移籍したロシアスーパーリーグのディナモモスクワでもリーグ優勝を経験。翌年からイタリアセリエ A でプレーし、2009年シーズン途中にバレーホルリからパリバレーへ移籍、5度目のフランスリーグ優勝を飾った。1999年ナショナルチーム代表に初選出。2005年に一度代表を退いたものの、2007年に再び代表招集され、 フランス代表のリベロとして通算202試合に出場。2002年世界選手権でフランスにとって初となる銅メダル獲得に貢献し、自身もベストリガー賞を受賞。2003年も欧州選手権においても8大会ぶりとなるチームの準優勝に貢献すると共にベストリガー賞を受賞した。2001年欧州選手権2003年ワールドカップでは ベストレシーバー賞2009年欧州選手権では準優勝とともにベストリベロ賞を受賞した。ありがとうございます。